こんにちは、エンジンかずみです。毎年夏と冬に行われるバーチャルマーケットの企画の一つに VTET ウォークっていう、こんな感じで VTuber さんとかを担いでリアルの街を歩くイベントがあるんですけど、今回はその現地で開催されているリアル VTET のいいところや魅力的なところっていうのをね、インタビューしていこうと思います。リアル街頭インタビューということで初めての試みなんですけど、早速行ってみましょう。おー、ここはどこですか？塾ですね。意外と人が少ないんですね。部長の近くなので、人が少ないです。原宿ってすごいですね。あ、おはようです。あっさん、ああ、あさん、あっ、おー、おー、帰ったね。びっくりした。なんか歩いたんだ。え、結構もう VTET 回りました？どっか行きました？あ、一応全部回ってきた。一応。え、なんかよかったら、そのこのブースよかったなっていうのがあったら教えてほしいんですけど、ちょっと YouTube でインタビューしたくて。楓ラボさん、あの、まあ、お世話になってるなんですけど。どういうブースなんですか？印刷、なんだっけ、アクリルパネルの印刷とかをやってらっしゃる企業さん。このブースがすごい、あ、そもそもこういう、おお、あ、こういうの作ってる。はい、そうなんですね。あ、ありがとうございます。はい、頑張ってください。こんにちは。え、僕のこと知ってるんですか？こんにちは。ちょっと見てます。あ、はい、本当ですか？ありがとうございます。 YouTube のインタビューで何かいいブースとかあったら教えてほしいんですけど、ありました？そうだな、まだ、あ、でもあの、掴むやつ、指でアバターを掴めるところがあるんですよ。ワークのところかな。あ、ありがとうございます。あとでちょっと調べてみます。はい、先ほどの方が言ってたのがこちら、無限スコープになります。ソニーから出ている飛び出すモニターでアバターを立体的に見ることができて、しかも掴めるというものですね。リアルタイムでレゾナイトの住人と話したりつまんだりしてコミュニケーションを取るユニークなものでした。それでは次のインタビューに行ってみましょう。VTET の会場でいいとこありました？リアル VTET の会場でいいとことか。そう、アンノン、あ、今いるとこですけど、なんかケーキボードがあったんで書いてきました。メッセージボードっていう。おー、いろんな人のメッセージがあって、はい、面白かった感じ。そうですね。ワーフ原宿だった。自分で文字書いたりとかして、なんか寄せ書きみたいな。あー見てたりとか。ウェルカンボー的なやつがあったってことですか？あ、そうそうそう。あ、こんにちは。さすみさんじゃないですか？覚えてますか？まあ覚えてないっすよね、このアバターじゃないっすもの。え、でもね、なんか声に聞き覚えがある気がしなくもなくもない。あの秋のワールドで出会って、覚えてるかな？待って、テストしないでください。アバター難しいな。フルコートの邪魔をしてはいけないので、ちょっと答え合わせ、答え合わせ。あー、覚えてます。あったかもしれない。ちょっとぼんやりと。リアル VTET で良かったなと思ったブースがあったら教えてください。あれ、ブースっていうのかな、チェキのやつは良かったかな。チェキ取るんですか？アバターのなんか画像上げて、なんかチェキ切って、それをなんか持って帰るなり、なんか置いていくなりみたいな。あ、いいですね。あれはめちゃくちゃ良かったですね。ありがとうございます。あ、みさん、見てますよ。こんにちは。視聴者です。視聴者さん、あ、ありがとうございます。見てくれて、いつも見てくれて。まあ、リアル VTET とインタビューしてるんだけど、なんか、回ってみて良かったところとかあったら教えてほしいんですけど、ありました？あの、最初の原宿入ってすぐのところで、わたあめ作ったりできたんですよ。おお、わたあめ。そのブースがなんか、わたあめ作る体験が普通に最近生活しててないんで、すごい新鮮な体験でした。いいですね。いやー、わたあめとか作ってみたいな。でも存在がバーチャルだからな。こんにちは。こんにちは。どうやって作れば？ボトル持っていただいて。あ、はい。はい。で、一杯、真ん中の穴の中に。あ、なるほど。ちょっとむ難しいですね。あ、そうなんですね。あ、ちょっと下手くそなんですけど、ボロボロに、あ、すいません。あ、これをぐるぐると。ありがとうございます。難しいですね。はっ、下手くそな綿あめを作る夢を見てました。それはともかく、こんな感じでね、リアル上にもいろいろなブースがある VTET リアルのインタビューでした。まだ行ったことないよって人は、ぜひ来年の夏にでも行ってみてください。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。